ニメスリドは、比較的選択的に COX-2 を阻害するヒステロイド性抗炎症薬で、鎮痛解熱作用を有する。その化学構造にする本網ド元を有する化合物である。複数の作用基準を有し、効果発現までの時間が短いと言われるが、ある時には、プロスタグランジンの合成阻害による、頭痛、炎症の軽減が基準である。肝毒性のため、多くの国で、 使用禁止とされている。ニメスリドは日本では承認されていない。海外では急性突痛や原発性月経困難症、変形性膝関節症の治療に処方されることがあるが、関節痛等の慢性疼痛に長期使用することは許されない。ニメスリドは肝毒性を持っており、激症肝不全等の肝障害を引き起こすからである。 15日間以上ニメスリドを継続して服用すると以下のような副作用が出る。胃腸系に対するニメスリドの副作用は他のエンセズと同程度であるとの意見がある。ニメスリドは妊婦には近畿である。授乳中には注意して服用すべきである。感毒性が強いのでニメスリドはスペイン、フィンランド、ベルギー、アイルランドで販売が中止された。 二メスリドは服用後速やかに体内に吸収され、四ドロキシ二メスリドに代謝される。食後に服用すると、薬物動態学的に悪い影響がある。薬物動態には、性差があり、また高齢者では、動態が悪化する。肝障害を持つ患者や、重度の腎機能障害を持つ患者には近畿であるが、中程度以下の腎機能障害では、容量調節の必要はないとされる。 ニメスリドは作用が見られるまでの時間が早く、服用後15分以内に頭痛及び炎症を軽減する。ニメスリドの作用基準は複雑で、多くの炎症メディエーター、プロスタグランジン、フリーラジカル、タンパク分解酵素、ヒスタミン糖に作用する。消化管に対する副作用は少ないことが臨床的に知られている。1985年にイタリアで発売された後、 フランス、ポルトガル、ギリシャ、スイス、ベルギー、ロシア、タイ、ブラジル等50カ国以上で販売された。米国では承認申請されず、販売されていない。日本でも販売されていない。1 0 0ラムにメスリド上場剤、散剤、高校法会場、局所と不要ゲルが流通している。感毒性が強いため、米国、英国、カナダ、スウェーデン、デンマーク、 日本、インド、欧州、ニュージーランドを含む170以上の国で使用が禁止されている。欧州医薬品庁は2011年に2メスリドの全身投与の利益は副作用の危険を上回るが、急性疼痛と原発性月経困難症のみに限るべきであると結論した。この資料では、疼痛性関節痛に用いてはならないとされている。 カナダでは承認されていないが、旅行者が持ち込んだり、インターネット経由で入手できるので、カナダ保健省は2008年6月に、ニメスリドを含む、第3世代ホメオパシー関節炎治療薬について、注意喚起した。ニメスリドの副作用に関する報告がいくつも寄せられ、2011年2月、インド新聞は、保健家族副首相がニメスリドの承認への使用を、 禁止することを最終決定したと伝えた。2011年3月からは、ニメスリド製剤の効能、効果には12歳以下の小児は含まれていない。2011年9月、マドラス高等裁判所は、小児用のニメスリドと、フェニルプロパノールアミン製剤の販売許可を取り消した。2007年9月に、エマは、ニメスリドの干渉外に関する検討結果を公表した。 エマは、ニメスリド投与することの利益は、副作用の危険を上回るものの、患者が肝障害の危険について理解し、服用を最低限に止めるべきだとした。またエマは、ニメスリドの服用を最長15日に制限した。2011年には、適応急性疼痛と原発性月経困難症のみに限るべきであると結論した。アイルランド医薬品委員会は、 二目すりを国内市場から撤退させることを決定し、EU の人用医薬品委員会に利益、危険評価を更新する様通達した。この決定は、国内で干渉外の事例が1999年から2006年の間に6例報告されたことに基づく。2008年5月、イタリアの日韓紙コリエーレデラ、セラタの報道機関が、 イタリアの医薬品規制当局の高官が製薬企業の従業員から賄賂を受け取っているところを警察が撮影したと報道した。賄賂は数種類の医薬品を医薬品監視の目から逃れさせることを目的に支払われた。調査の結果2005年から実施された監視結果のいくつかが嘘である疑いが浮上した。この事件で8人が逮捕された。ニメスリドは名目上は 流通に大きな制約が課されているものの、医師の処方箋があれば、薬店で容易に入手できる。ありがとうございます。